こんばんは。まずはこちらです。帰ってきたギータ先生のコーナーです。ね、久しぶりですね。はい、4ヶ月ぶりの思いを私ね聞いてきましたのでね。それでは皆さんいきますよ。はい、せーの、教えてギータ先生。ギータ先生来ました。はい、こちら、こちら。5月の大怪我から4ヶ月、真夏の筑後での長い長いリハビリ生活を乗り越えて、ついに先月末1軍に帰ってきたギータ先生。復帰初打席でいきなりヒットをマークして復活を印象付けました。先生、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。こちゃん、もこちゃん、こちゃん、嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ちょっとなんかもうムキムキになってません？はい、いや、だいぶ絞ったんですけど。ですよね。はい。え、どんぐらいとか。まあ、4キロぐらい。まあ、見た目は結構自分前よりは良くなったかなと思います。いや、めっちゃいいですよ。だってあの牧原選手もね、はい、あの筑後の太陽の光は浴びれば、はいはい、すぐ傷が治るって言ってましたけど、はい、まあそれはちょっとよく分かんないですけど。めちゃくちゃ暑かったんですけど。そうですね、はい。まあ、どんな思いでこのチームを見てましたか、この4ヶ月は。いや、もう応援して、とにかく優勝してほしいっていう気持ちで応援してました。はい、もう自分自身もやっぱりその間に合いたい間に合いたいという思いもありながらのトレーニング、まあ、もちろん野球をしたいという気持ちもありましたし、まあ、時間もあったので、体を変えようというか、まあ、そういう気持ちで、まあ、楽しくやってました。はい、で優勝しましたしね、はい、もうビールかけも楽しんでましたね。はい、いや、久々やったんで、はい、面白かったです。もうああいう風にね、やらせていただいて、もうチームの皆さんに感謝したいなと思います。4年ぶりの頂点、歓喜のビールかけを存分に楽しんだギータ先生、久しぶりの授業もお願いしますよ。津田理子です。好きなパンは何ですか？好きなパンがあったら作ってあげたい。好きなパンは何ですか？淡いです。パンはね、食べるとしたら、まあ、どんなパンなんですか？食パン。あ、食パンマン。食パンマン。布団に焼くんですか？中つけるんですか？焼いてそのまま。そのまま。はい、メロンパンとか。クロワッサン。あ、メロンパンになっちゃう。メロンパン。アンパンマン大好きだよ。クロワッサン大好きですよ、僕。あ、本当ですか？大好きです。へえ。この子はやっぱり、ね、もう作ってぜひね、先生に食べてほしいなっていう思いがあるんですよ。はい、パンは美味しいですよ、うん、はい、食べます。その時が来たら食べます。はい、もうちなみにですけども、下の子がね、まだアンパンマンがっつり見てるということでね、何でもキャラクターに例えばいい。ちなみにギータ先生ね、あのパンより米派だそうです。なるほど、はい。そして今日はですね、小久保監督の誕生日なんですね。さらに宮崎でフェニックスリーグに参加しているギータと山川選手の速報です。歌ってないな、あそこの練習は。そう、今日は指揮官、小久保監督53回目のバースデー。優勝してなかったらちょっとこっちの方が華やかすぎるなっていうことで、結果が伴ってよかったです。クライマックス、どこのチームが来るかわからないですけども、最高の準備をして、まあ、日本一になるための、通過点というふうに考えながらやっていきたいです。そんな指揮官にとっておきのプレゼントを。宮崎で行われているフェニックスリーグ、武者修行する若鷹に混じって、なんと柳田、山川の姿が。ポストシーズンへ逆襲に燃える柳田は第1打席空振り三振に倒れると、第2打席も空振り三振、快音を響かせることができません。迎えた第3打席、初球を捉えますが、惜しくもライトライナー、ノーヒットに終わります。それでも守備では軽快な動きを見せた柳田、完全復活へ着実に前進中です。そしてこちらは不動の4番、山川。
ストレートを弾き返しセンターへのツーランホームラン。まさに貫禄の一発。クライマックスシリーズでこれが見たい。もう一回体をこの3日とりあえず宮崎で作り直してまた一軍合流してCS までベストな状態で持っていけるようにするのが狙いなので、そこは今日1日非常に充実してたので残り2日しっかりやっていきたいなと思います。そして今日もうアピールしたのが山川の弟子リチャード。二軍のホームランキングがなんと一試合三ホーマー。小久保監督へ誕生日プレゼントを届けました。